お、ナパームが固まったようだ。ねえ、家燃やさないでよ。世界を虜にしたあの名コンビのシリーズ最大最後の事件がいよいよ始まる。俺はニューヨークには戻れない。無実の罪をかぶりアメリカを追放された名探偵。森で男とその大豚が同時に殺された。ファイナルシーズンも次々起こる奇妙すぎる事件の数々。ロンドンは出られず苦しんでる。こっちに来れば逮捕される。警部が銃で撃たれた。重傷だ。助かるかは分からないって。で、奇想天外、予測不能。仲間を救うためホームズがニューヨークに帰ってくる。38口径警部を撃ったのと同じ。強盗にしては複雑な計画。テロ攻撃を計画してたって。オクラホマシティビルの爆破事件でも使われた。マーカス、警察だ、動くな。最後のフィクサー、そしてシリーズ史上最大の大どんでん返しが待ち受ける。自ら出頭した。俺はシャーロック・ホームズ、マイケル・ローワン殺しの容疑者だ。痛快犯罪捜査ミステリー、感動の最終章。犯人はきっと見つかるだろう。私は君らがしょっちゅう扱う奴らとは違うと考えた方がいいな。あんたに法の裁きを受けさせる。エレメンタリー、ホームズ&ワトソン in ニューヨーク、ファイナルシーズン。ありがとう。喜ばしい日には前を向きたいんだ。